聴ありがとうございます。旅する着物男子馬場慎です。この動画面白いと思ったらコメント高評価チャンネル登録お願いします。さて現在地が茨城県取手市の取手駅にいます。こちらはまあ JR の取手駅なんですけども、今回は関東鉄道常総線の途中下車しない旅を皆さんにお見せします。なのでぜひ最後まで見てください。それでは今回の旅も始めていきましょう。今回の関東鉄道常総線の旅と、そして実は続く真岡鉄道の旅には非常にお得な切符があるので、それを今ご紹介します。こちらです。こちら関東鉄道常総線と真岡鉄道の益子駅まで1日乗り放題になるというフリー切符なんです。1枚2300円で購入ができます。そしてこの引き換え券、この次の次の動画で詳しくご紹介しますので、ぜひ楽しみにしていてください。
というわけで関東鉄道常総線の下館駅に到着しました。今回の動画どうでしたか？よかったらコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。最後まで見ていただいてありがとうございました。